世界は不思議なことばかりだわ。どうしたんだ霊夢？今、ミステリーにハマっていてね。世界の七不思議を巡る旅に出ようと思っているの。何言ってんだ霊夢、そんなお金ないだろ。巡るのは妄想だけにしてくれよな。なんよ、夢がないわね。そういえば、霊夢、七不思議というのは世界を巡らなくても存在するぜ。そうなの、ぜひ紹介してほしいわ。今回は名作先駆け男塾が抱える七不思議とは？徹底解説7選をお届けする。漫画内の不思議ネタを7つ紹介してくれるのね。ああ、でも私の妄想も含むからゆるく見てくれたら嬉しいぜ。楽しみだわ。ご視聴よろしくお願いします。そこんとこよろしく。まずは絶対死なない男たちの謎だぜ。男塾の登場人物で不死身キャラがいるのかしら。不死身キャラという括りにしたら大抵のキャラが該当するかもな。どういうこと？バトル漫画でよく急所は外したとか峰打ちだとかあるよな。とどめを刺したと思わせておいて実は生かしておくパターンね。男塾のバトルにも実際にあったんだ。天長五輪の決勝戦、桃と東道豪鬼の戦いの時、天長五輪の最後の戦いだけあって熾烈を極めたが最後は素手での殴り合いになるぜ。そして最後は桃の拳が豪鬼の体を貫通するんだ。うわ、これは即死レベルの一撃ね。だが桃は試合後、豪鬼の手当てを始めるぜ。桃、痛恨の一撃を浴びせておいて何してるの？桃曰く急所は外したらしいな。いやいや、こんだけ見事に拳が体を突き抜けていたら、本来なら即死でしょ。あえて急所を外してこのレベルだ。他にも男塾では確実に死んでるレベルでも実は生きていたパターンがいくつもあるぜ。確実に死んでいるパターンって？摂氏鮮度の溶泉に落ちたり、心臓を貫かれたり、体も真っ二つに切られても生きていたんだぜ。なんで生きてるの？先駆け。男塾もはや男塾名物とかした絶対に死なない男たちを徹底解説という動画で詳細を解説しているからぜひ見てほしい。何回も死んでる男とかも紹介しているから面白いと思うぜ。この動画の解説が終わったら見に行くわ。次の不思議は主人公の剣桃太郎についてだ。主人公の存在自体が不思議ってこと？ああ、とてもミステリアスな主人公だぜ。どんな風にミステリアスなのか知りたいわ。少年漫画の主人公って代名詞になるような必殺技とかあるよな。確かにそうね。それで読者の子供たちが真似するのよね。まず桃にはそれがないんだ。え、どういうこと？特技がないってことかしら？シンプルに伝えると超絶万能キャラなんだ。何でもできちゃうの？これは男塾が本格的なバトル漫画になる前だが、外人と出会えば悠長な英語を話すし、猛獣たちと出会えば心を通わすんだ。猛獣使いなの？本格的なバトル漫画になってからも、一応はずっと日本刀を持ってるから、剣技が一番得意なのかもしれない。剣技はバトル漫画の王道よね。主人公らしいわ。ただそれだけでなく数々の秘技試験を体得しているんだ。しかも敵が奥義を見せたら、桃は同じ技を敵以上のレベルで披露したりするぜ。すごいけど敵からしたら嫌な感じね。天長五輪の決勝戦で対決した東道豪鬼が格闘技の総本山総有寺で修行し、新規流魂を披露すると、桃は新規風魂で対抗したんだ。どういうこと？新規流魂は墓ら竜のような木の塊を発するすごい技なんだが、桃は俺はこの虎バージョンできます、って感じだな。こんなすごい技を使えるのに桃はずっと出し惜しみしていたの？ああ、桃は主人公だけあって作中無敗なんだが、一定の勝ちパターンがないんだよな。強敵には苦戦し、格下の相手には卑怯な手を使われ、ピンチに陥るが心象。こんな感じで相手によって柔軟に戦闘スタイルを変えている感じがするぜ。チート感、半端ないわ。だが、掴みどころがないためにミステリアス感が出ているってことだ。確かに不思議な存在ね。続いては狂羅第四狂殺の寿命楼の謎について解説する。寿命楼？寿命楼は狂羅第四狂殺の時に使われたぜ。狂羅第四狂殺は4人一組になって霊峰富士を登りながら過酷なバトルを繰り広げるんだが、応援する塾生たちは山を登らないため試合の様子がわからないよな。麓で無事を祈るしかなさそうね。そこで出番なのが寿命楼なんだ。寿命楼は今回戦う8名の名前が入った8本のろうそくで、戦っている時は炎が揺らめき、命が尽きた時は炎が消える。つまり、このろうそくを見ると誰と誰が戦い、そして誰が命を落としたかがわかるんだ。このろうそくインチキではないよね。ああ、寿命楼は的確に応援する塾生たちに戦況を知らせる役目を担ったぜ。めっちゃ不思議だわ。どんな仕組みかはわからないの？わからないな。それに驚くべきことがもう一つあるんだ。どうしたの？狂羅第四狂殺で死んだと思われた者たち全員、実は生きていたんだ。は、それなら寿命楼外れてるよね。そうなんだ。ただ普通なら死んでいるような場面を今回は男塾の三号星が暗躍して救出したんだよな。なるほど。三号星の暗躍までは寿命楼も感づかなかったのかな？寿命楼はその人の寿命と連動しているというより、私たち読者と同じでこれ死んだんじゃね、と判断すれば死んだとするのかもだぜ。寿命楼はこの後も登場するの？いや、これっきりだぜ。
謎が深まるばかりだわ。続いては試合会場の謎だぜ。男塾にはいろんな試合会場が登場する印象があるわ。男塾のバトルの醍醐味といえば試合会場の過酷さも一つあるよな。普通の場所で戦えば純粋な実力勝負になるが、試合会場によって有利不利が生まれる。どちらにとっても不利なことも多いがな。そんな試合会場の中に不思議な場所があるのね。ああ、ここでぜひ紹介したいのがバトルオブセブンタスクスで登場した南極の五重の塔、猛陽塔だ。南極にあること自体がすでにヤバいよね。この5階建ての塔の階にそれぞれ敵が待っていて倒せば上に上がれる仕組みなんだ。何かのカンフー映画で見たようなシチュエーションだわ。男塾らしく、それぞれの階に特徴もあるんだ。一階は氷の間。まあ南極だからね。二階は暗黒の間。暗くするだけだから試合会場としてはシンプルね。ここからが本番だぜ。三階は花園の間だぜ。南極に花園？めっちゃ空調しっかりしないと無理よね。四階は黒水の間。床一面が池になっていてワニが生息しているんだ。今度はワニを連れてきたの？水漏れには注意してほしいわ。最後になるが、5階は橋梁の間だぜ。部屋に橋があるのね。どうせ落ちたら何かあるんでしょ？下は溶岩の池になってるぜ。溶岩、ここ南極だよね。南極にも溶岩湖はあるらしいぜ。いや、そういう問題じゃなく、どうやって5階に運んだの？それが不思議なんだ。仮に運べたとしても床が持つか心配だわ。溶岩が漏れたら4階の敵は即死よね。せめて溶岩は1階にしておくべきだったと思うぜ。まあ一番、難関っぽいから最後にしたい気持ちもわかるけどね。次の不思議は身長に関する謎だぜ。身長が伸びたり縮んだりするのかしら？男塾3号星筆頭、大号隕石は当初10メートル級の巨体で書かれていたぜ。もう人間じゃないよね。本当の身長は2メートルくらいだったんだがな。それでも巨体よね。でもどうして最初は10メートルくらいに見えたのかしら？どうやらあまりにも凄まじい威圧感のため、10メートルくらいに見えるらしいぜ。威圧感で大きく見えるってことね。それなら納得だわ。にしてもデカすぎる気はするけど。ただ大きく見えたのは自身の体だけではないんだ。座っている椅子や持っているグラスまで巨大化していたんだぜ。邪気が大きく見えた以上、座っている椅子や持っているグラス。もう少し言えば身につけているものなら大きく見えても叱りよね。お、霊夢、冷静だな。多少のことなら不思議がらないわよ。もう一つ気になるのが、三号星が邪気のグラスに酒を注ぐシーンがあるんだが、その瓶がめっちゃ大きく、熟成が数人がかりで運んでいたんだよな。え、それは邪気が身につけていないから本当に大きいよね。おそらくな。邪気のグラスが威圧感で大きく見えていたとしたら、実際は小さいってことよね。一体、どうなっているの？本当に大きい瓶に入っている酒を本当は小さいグラスに注ぐのは無理があるぜ。だが、ちゃんとグラスに注がれているんだよな。不思議だわ。これについては理由はわからないの？酒も威圧感を放っていたという説もあるぜ。酒も威圧感で大きく見えていたってこと？やばい酒よね。次に紹介する謎は二号星筆頭の明石豪二が起こした事件についてだ。男塾に、26事件と言われているぜ。事件なんて物騒ね。明石は何をしでかしたの？作中では2年前の2月26日に雪の皇帝が1号星の地で一面鮮血の海と化した。としか説明がないんだ。鮮血の海、相当ボコボコにしたのね。男塾では教官や先輩の命令は絶対なんだ。後輩が先輩をボコったのなら重罪だが、明石は後輩をボコって無期停学になっているぜ。かなりひどいことになっていたと予想されるな。なんで明石は1号星をボコったのかしら？その理由がわからないんだ。手がかりになるとしたら、伊達が起こしたもう一つの事件だな。何それ？伊達は初登場は関東合学連のボスだが、実は元男塾1号星の筆頭だったんだ。そうなの？それが3年前に生きった教官を殺したために失踪する羽目になったんだ。教官を殺したの？ああ、これが男塾に1号事件だ。ちょっと待って、明石が1号星をボコったのも3年前よね。よく気づいたな霊夢。どちらも3年前の2月の出来事なんだ。伊達が教官を殺して姿を消した後に赤石が1号星を占めていることになるぜ。赤石は伊達がいなくなって弱体化した1号星を占めたことになるわね。ああ、この2つの事件が関連しているかは定かではないが、伊達が失踪したことが赤石が1号星を地の海にするきっかけと考えると面白いぜ。なぜ伊達がいなくなった1号星を地祭りにあげる必要があったかはやはり謎だがな。作者が単に両方の事件を語呂がいい3年前にしてしまっただけじゃないの？その可能性も否定できないがな。最後は男塾の進級システムについてだぜ。男塾には1号星から3号星まで3学年あるんだが、進級システムが不思議なんだ。普通に考えれば1年ごとに進級して3年で卒業よね。留年しなければの話だけど、間違いなく言えることは1年ごとに進級しているわけではなさそうだぜ。少なくとも邪気は14年、男塾にいるしな。留年していたわけではないよね。おそらくな。
しかも卒業についても自己申告制なのか塾長が認めるのかもわからない。邪気は居心地が良くてずっといたのかもね。そういえば邪気の年代が卒業しないのに桃たち1号生が入学したのも不思議よね。確かにな。私の予想だが元1号生の伊達が失踪して、赤石が他の1号生をボコボコにしすぎて、当時の1号生が壊滅的になったからかもしれないな。恐ろしすぎてみんな辞めちゃったかもね。でも上級生たちが卒業しないと後輩たちは絶対に進級できないシステムなのかしら？それも必ずしもそうとは言えないぜ。店長五輪の後、桃たちはめでたく2号生に進級するんだ。おめでとう、桃たちも先輩になったんだね。ああ、新1号生も入ってきたな。それより気になるのが先輩方だ。邪気は残念ながら店長五輪で死んでいるんだよな。結局、邪気は男塾を卒業できなかったのね。2号生筆頭だった赤石はもともと2号生筆頭、最上級生と呼ばれていたぜ。つまり3号生に進級したことになるな。でも3号生筆頭にはなれなかったの？邪気の代が無事卒業していれば、赤石が3号生筆頭になってもおかしくないよな。そういえば邪気の代の3号生は無事に卒業したのかしら？男塾四天王と呼ばれる邪気の側近は店長五輪直後は療養中となっていたな。そしてバトルオブセブンタスクスの最後に少しだが登場するんだ。つまり卒業していないと思うぜ。赤石の代と邪気の代が合流した可能性があるのね。四天王以外の3号生は卒業したかもだし何とも言えないがその可能性もあるよな。男塾って卒業できるのが相当難しいんじゃないの？それは言えてるな。最終回では桃たちの代は晴れて卒業式を迎えているんだ。桃たちの代は卒業できたのね。よかったわ。ここで気になるがその時の卒業式が第33回卒業式だったんだ。桃たちは33期生ってことかしら？そうかもしれないが男塾は一応、創立300年の歴史があるという設定なんだよな。え、そうなの？まあ、他にも塾長の平八が作ったという説もあるが、もし創立300年が本当なら入塾も卒業も相当、難しいのかもだぜ。邪気が14年いるって驚いたけど、そのくらい在籍するのが普通なのかもね。以上で、名作先駆け男塾が抱える七不思議とは？徹底解説7選は終了だぜ。霊夢、どうだった？漫画を読むだけでこれだけの不思議に出会えるのは新しい発見だわ。そう言ってもらえて嬉しいぜ。ところでマリサはどうして、そんなにいろんなことに詳しいのかしら？これもゆっくり解説7不思議の一つとして理解してくれ。単に漫画好きなだけの気がするけど。というわけで、今回はここまでなんだぜ。動画にコメントを残していただけると、大変嬉しいです。この動画が面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録もお願いしますなんだぜ。そこんとこ、よろしく。それではご視聴、ありがとうございました。